ニコラス・アレハンド・ロマス・フーリルは、チリのビー・ニャデル・マール出身の元男子、プロテニス選手。2004年アテネ五輪で、男子シングルス、男子ダブルスともに、金メダルを獲得した選手である。これまでに ATP ツアーで、シングルス6勝、ダブルス1勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス9位、ダブルス31位。 身長1 8 2トル、体重8 0ラム。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。マスーの家族は、祖父はハンガリー人で、父親はパレスチナ出身の義士、母親はハンガリー出身の家政婦であった。5歳からテニスを始め、1997年ウィンブルドン選手権と1997年、全米オープンジュニア男子ダブルス部門で、 連続優勝した。同年にプロ転校し、2000年シドニー五輪でもオリンピックのチリ選手団の騎手を務めたことがあった。2002年2月、アルゼンチンオープンでプロ初優勝。2004年アテネ五輪にて、フェルナンド・ゴンサレスと組んだ男子ダブルスでは、決勝でドイツのニコラス・キーファー、ライナー・シュトラー・グミを6の2、4から6、3から6、7から6、 6から4で破り、シングルス決勝では、アメリカのマーディフィッシュに6から3、3から6、2から6、6から3、6から4で勝利し、単覆とも、金メダルを獲得した。オリンピックのテニス競技において、男子選手が単覆ともに、金メダルを獲得したのは、1924年パリ、五輪における、ビンセント・リジャーズ以来の異業であった。2005年度は、 シーズンの早い時期に故障を抱え、シングルスでは世界ランキングを大きく落としたが、全仏オープン男子ダブルスでフェルナンド・ゴンサレスとペアを組んで、準決勝進出を果たしている。この年の全米オープンで、マスーは初めて4大大,大会の4回戦に勝ち上がり、第8シードのギレルモ・コリアに4の6、6から2、7から6、2から6、2から 6, 6で敗れた。2006年2月、 マスウはブラジルオープンでツアーシングルス6勝目を挙げた。しかし、この後は4度の準優勝で止まり、現時点では2007年1月の地元のチリオープン決勝でルイス・オルナに敗れた試合を最後にツアーの決勝戦から遠ざかった。2008年北京五輪でマスウは前回大会の金メダリストとして出場資格を与えられたが、シングルス2回戦。 ダブルス1回戦敗退に終わった。その後は世界ランキングの加工により ATP ツアー下部の ATP チャレンジャーツアーへの出場が多くなった。2013年7月にエクアドルマンタのチャレンジャー大会に出場したのが最後になり8月に33歳で現役引退を発表した。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4。 QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、 NMS イコールマスターズシリーズから降格。NH イコール開催なし。2005年全米2回戦の不戦勝は通算成績に含まない。ありがとうございます。